13% とか出てますね。ずっと乗り継いできたリッタークラスミニバン、ガソリン車ですね。この燃費事情について、まあ、リアルな話をしてみたいと思います。今乗ってるのはこの RP3 ステップワゴンですね。 1.5 リッターターボです。結構いい車ですね。ちょっと乗ってみましょう。はい、ステップワゴンはこれで、3台目になってますね。で、燃費というとね、昭和世代にとっては、まあ、満タン法で、取るというのが一般的でした。今のこの RP も満タン法で測ってるんですけど、現代のものはね、また違った進んだ燃費管理システムがあるんで、まあ、とても感心してます。まあ、その辺ね、ちょっと見てみましょうね。ちなみに今出てるこれですね、はい、今トリップ A が 16.2 キロもう走ってますね。これちょっと最近遠出することがあったんで燃費がいいんですけども、通常は14キロぐらいです。これをトリップ B にしてみると、これがね、8949.9 キロってなってますけど、これ実はこの車買ってからずっと動かしてないトリップで、まあ約1万9000キロをこのままのものです。まあ、それがね、まあ、この車の障害燃費というところですけども、はい、これがね、なんと 14.6 キロも走ってるんですね。ハイブリッドだと物足んないでしょうけども、ガソリン車ばかり乗ってる私にとってみれば、1万9000キロの平均が 14.6 キロも走ってるっていうのはちょっと驚きです。ちなみにね、この車トリップ A、トリップ B っていうことで2つのトリップモードを測れます。で、最後のこの18950っていうのが現在のオドメーターですね。はい、約20数年前にね、最初に乗った M クラスミニバンっていうのはステップワゴンの初期型ですね、RF1 というものです。2リッターで4速オートマでしたね。この車ね、非常にパッケージングが良くて、小さい子供とかといっぱい思い出作ることができましたけど、反面ね、4速オートマの制御が非常にね、あまりよろしくなくて、ダッシュしたい時にダッシュできないし、なんていうのかな、もどかしい感じがありました。まあ、でもね、非常にいい車で思い出深い車ですね。この RF1 初期型ステップワゴンがね、だいたい街乗りで7から9キロぐらい走ればいい方でしたね。で、高速でだいたい9から10キロやっと超えるぐらい、まあ9から11キロぐらい走ってたかなと思います。意外にね、今考えると燃費そんなに良くなかったなと思いますね。2台目に乗ったのがね、同じステップワゴンで RF7 ですね。これはね、2.5 リッターの5速 AT ですね。 AT が4速から5速に1速増えました。で、2.5 リッターなんで結構ね、トルクがあって、乗りやすかったんですね。で、iVTEC がついてて、まあ結局あんまり上まで、回すことはなかったんですけども、下からトルクが豊かにあって乗りやすくて、多分その分燃費が2リッターよりも良かったという記憶があります。だいたい街乗りでね、8から9キロぐらいで、高速でね、まあ、10から12キロぐらいで、この時ね、初代の RF1 から比べると、あ、すごく燃費良くなったなと、しかも乗りやすいなと。で、オートマの制御もね、非常に繊細で違和感なくて良かったなと思いますね。この車もね、いろんなとこに家族でドライブ行ったり、あとバイクでね、乗っけて遊びに行ったりで、非常にいい車で楽しかった覚えがあります。現在がこの RP3 ステップワゴンですね。 1.5 リッターターボですね。CVT を使ってます。まあ、全てハイブリッドではなくガソリン車ですね。で、この車ね、 CVT なんですね。で、最初、まあ、CVT あんまり好きじゃなかったんですけど、乗ってみるとね、全然違和感なくて、まあ、非常に乗りやすいです。で、しかもね、
1.5 リッターターボもこんな2トン近い車重をたった 1.5 リッターで大丈夫かいなって思ってたんですが、ね、いろんな人が言ってるように非常にね、下のトルクが豊かで、しかもねエコモードから普通のモードに切り替えるとかなり力強い走りをするんですね。重たいバイクを乗せて山を登ることとかあるんですが、もうガンガン登っていくんですよ。下からトルクがある車って非常に乗りやすいんですけど、まさにねそれですね。じゃあその分燃費悪いかっていうとそうでもないんですね。でね、この車がだいたい街乗りで、冬が13キロぐらいで、それ以外の季節はだいたい14、5キロ走ります。で高速はねなんと、飛ばすと15キロぐらいなんですけども、めちゃくちゃ燃費走行で頑張ったら20キロ超えちゃったんですね。ガソリン車ですよ、ハイブリッドじゃないんですね。でなんとこの車の生涯燃費、18,000キロ、1年半乗ってきた累積の生涯燃費がねなんと 14.6 キロも走ってるんですね。いやーなんか進化しましたね。でその進化具合がね車だけじゃないんですね、いろんなアプリケーションが今あって、ちなみにこれがホンダのホンダトータルケアっていうアプリケーションですね。ここにね全部情報が出てくるんですね。ちなみにこの給油記録って、まあ、一応つけてるんですけどね、満タン法で測った数字とかも一応載せてます。これ冬なんで 12.8 キロになってますね。で何リッター入れてということをね、入れてます。ですごいのがねこの次なんですけど、燃費利益ってあるんですけどね、もうね勝手にデータ収集してこうやって表示してくれるんですね。で3月ちょっと300キロ先のところまで遠出したんで燃費が良くて 15.8 キロです。で電源出費プラス 13% とか出てますね。ガソリンの消費量は 59.9 リッターですとか、走行距離がこれぐらいですと。でこの障害燃費ね 14.6 キロ、さっきのメーターと全く同じ数字が出てますね。まあ、こうやってね、2月とかも見れますし、まあ、非常にね進んでるなと思いますね。もう一つすごいのはねこのドライブノートと言われるものです。押してみましょうね。そうするとね何月何日どこにどれぐらい走ってその間の平均燃費はどれぐらいですっていうのが全部出てくるんですね。結局今の車ってエンジンかけてる時の状態を全部データ取ってるみたいなんですね。でそれをインターナビでホンダのサーバーとつながってて、こうやって全部出てきます。で今までね一回一回トリップメーターでねどこまで何キロ走ったっていうのを記録してたんですけど、もうそんなの全く必要なくてですね、もうこうやって全部出てくるんですね。すごいですね。ちなみに今日だとねお買い物に 9.2 キロ先まで行って、そこまでの燃費が15キロですと。でそこにかかった時間まで出てきて、なんかストーキングされてるような感じですけども、まあ、全部履歴が残るっていうのは非常にいいかもしれませんね。進化しましたね。まあ、何が一番効いてるのかなと思った時に、やっぱり変速機が一番大きいのかなと思います。オートマなのかミッションなのか CVT なのかっていうところですね。4速 AT から5速 AT に変わった時は排気量上がったのに燃費は良くなって乗り心地も良くなるという変化がありましたし、今度ね 2.5 リッターから 1.5 リッターターボに乗り換えた時、これは厳しいだろうなと思ったら全然逆でものすごく燃費良くなりました。で最近すごくガソリン高いんでありがたいですよね。変速機を含めたね進化がありつつ燃費が伸びてきて乗り心地も良くなってきてるっていうのはあるみたいですね。まあハイブリッドはさらに上を行ってますし、電気自動車もねもうそれ以上の進化を遂げてますけども、まあ、私としてはまだまだガソリン車に乗ることになるかなと。まあ遠出も多いですし山の中行くことも多いんで、そこで何かあった時ねハイブリッドや電気自動車だとなんか対処の仕様が分からなくてね、食べず嫌いというか不安が大きいです。
もう少しガソリン車に乗りながらね、その進化も楽しみつつ楽しんでいきたいなと思ってます。今年もバイクを積んでまた旅に出たいなと思いますし、車中泊もちょっとすることになりそうです。まあ楽しみですね。まあそういう時、経済的で乗り心地のいいミニバンっていうのは、まあ非常にいい見方になります。